すみません。中国の風習についての本はどちらでしょうか。それなら突き当たりの棚の一番上、左から5冊目までがそうですよ。どうも。どういたしまして。お姉ちゃんすごいね。キョンキョンも早く覚えなさい。キョンキョン一つ覚えると一つ忘れちゃうんだよね。バカだなお前。ああ、写真ちゃん。こないだここで買ったこの本な、難しくて全く分からなかったから返しますな。自慢じゃないけど、私もかなりのバカなんですな。だから、今日から私とお前でバカ悪魔コンビな。ちょっと、キョンキョンを本当のバカと一緒にしないでくれる。何？生意気なバンダメ、吐かしてやる。あ、出てこれたんか。な、そうそう、ついでにお前らの様子を見てこいってユリネに言われてたんだよね。ちゃんとやれてますの？うん、働くことで人間の役に立ちたかったから、ユリネにここ紹介してもらえてよかったよ。ここには中国の古い本も置いてあるから、適任だよね、私たち。そっか、よかったな。うん、それとこれ差し入れですな。わー、ありがとう。それってクリアコアですな。うまいぞ。それもち米入ってない？そりゃ入ってるよ、おこわだもん。近づけないで。なんなのなんなの。キョンシーはもち米が弱点なんだよ。私たち上級キョンシーにはなれたけど、もち米だけは克服できなかったの。今が旬の栗を使ったおこわなのに残念ですな。さっきペコラにあげたばかりだけど、また帰りに持ってくか。多分あいつ食うだろう。ありがたい。しかしおこわが怖いなんてな。おこわだけに、うぅ、怖ってが。ごめんね、写真ちゃん。せっかく持ってきてくれたのに。いや、だから、おこわってが。本当にごめんね。ゆりねちゃんによろしく伝えておいて。うん、じゃあまた。ギャグって受けなかったりドン引きされるより、ギャグということが通じなかった時のが悲しいな。あんたどうしたの？元気ないけど。実は言われたからさ。で、あんたなんて言ったの？おこわだけに、おーこわってかって。お。何それ、超面白いんだけど、爆笑。やっぱあんたはセンスあるわ。そうかな。そうだよな。理解できないあいつらがセンスないよな。よーし、食べるぞ。てててててて。しんちゃんは元気を取り戻した。Thank you.
シールド三連ちゃんはさすがに体にきますね。悪魔に恵んでもらった栗おこは腹持ちがいいと言ってもさすがに夜中までは持ちませんか。これは栗おこは確かにお昼会食したはずなのに。おお、復活している。どういうことでしょう。出エジプトに見たマナ、それとも怪奇現象。おお、怖っ。でもいただきます。おお、おいしいです。それにしても一体どういう現象なのでしょうか。うまっ。